か僕がここにいるのもちょっと変な感じしますけども、あの本当にランナーが頑張ってる姿を陰ながら応援してたので、本当に自分も嬉しく思います。おめでとうございます。ありがとうございます。やはりね、レースクイーンの傘を差すというのは勇気を力をもらいますよね。そうですね、本当に、リーダーとしてチームと一緒になって本当にワンチームで応援してくれるので、ドライバーにとってもすごく、はい、勇気になりますし、はい、力になりました。ありがとうございます。では高橋さんには最後にお言葉をいただきたいと思うので、まずは何と言ってもびっくりしました、山崎みどり様というお呼びしてよろしいですか。はい、もうレースクイーンの中でも本当歴史級のレジェンドレースクイーンでございます。お祝いのお言葉をお願いできますか。はい、レースクイーン大賞グランプリおめでとうございます。私は全土スイーツ初代なんですけど、さすが私の後輩がもう裏で絶対取ってほしいと思ってたんですけど、投票もしておきました。こっちこっち、おめでとうございます。今後も頑張ってください。では続いて、今何かと話題でございます中村川村夏樹さんにはね、2019年のグランプリクイーンでございます、お言葉お願いします。はい、松田蘭さん、改めてグランプリおめでとうございます。前回のグランプリとして聞いた時は本当にすごく嬉しくって、はい、今日ここに来られてお祝いができてとても嬉しいです。これからも皆さんにたくさんの愛を届けてください。おめでとうございます。さあ、そしてプロデュースをしていただいて高江様、お言葉お願いします。はい、蘭ちゃん、グランプリおめでとうございます。そして蘭ちゃんもおめでとうございます。3年目ということで、リーダーで、私でいいんですかなんてずっと頑張ってくれてたんですけど、本当に、ランちゃんが、メンバーを引っ張ってくれて、ね、両ドライバー口数少ないんですけどスイッティーズが盛り上げてましたね。ランちゃんも本当にチームに貢献していただきました。万が一取れなかったらランちゃんなんかボロボロになっちゃうんじゃないかっていうのが心配だったんですけど、結果グランプリということで本当におめでとうございました。ありがとうございました。グランプリのお祝いに駆けつけてくださいました。予選の皆様にも温かい拍手をお送りいただければと思います。ありがとうございました。さあ、どうぞこちらからご登壇いただけますでしょうか。さあ、それではトロフィーの贈呈に移りたいと思います。グランプリトロフィーを渡してくださるのは名取くるみさんです。よろしくお願いします。スイッシュの松田蘭です。
ことに挑戦するときに、自分にはまだ早いんじゃないかってずっとずっと思っていましたし、このような性格なのでネガティブに考えてしまうことなどもすごくいっぱいありました。自信がないってずっと思っていたし言っていましたが、たった一つだけ自信があることがあります。それはトップレースクイーンになるためにレースクイーンの活動に全うしてきたことです。今回挑戦するにあたって絶対に絶対にグランプリが取りたいと皆さんに口に出して言っていました。ここの対象のステージに上がった時に自分じゃないのかなとかっていう気持ちも正直ありましたが、私の名前が呼ばれた時にもうなんかうわーってなっちゃってこんな素敵な賞が私が取れるなんて本当に夢みたいです。応援してくださった皆様、全ての皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ネジマンデスリー2020日本レースクイーン大賞2023グランプリを獲得されました町田蘭さんに今日一番の大きな拍手をお送りいただければと思います。ありがとうございます。それでは大賞を受賞されましたご覧の皆様も選手の前の方にご移動願えますでしょうか。お願いいたします。以上でメディバンネプリ日本レースクイーン大賞2023の表彰式は終了となります。長い時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。最後にグランプリそして大賞を受賞されました5名のレースクイーンの皆様に今日一番の温かい拍手をお送りいただきたいと思います。これからのますますのご活躍、そして全てのレースクイーンに対して熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします。本日の司会進行は私渡辺純子がお送りいたしました。ありがとうございました。それではここからのお時間は報道